ハゴロモジャスミンは木製化素継続の植物の一種。ツル性常緑性の寒木。原産地は中国でオーストラリアとニュージーランドに帰化している。アメリカやヨーロッパで観賞用植物として栽培されている。アメリカやヨーロッパで観葉植物として育てられている。気候条件が良い庭で成長する。花が美しく、かつ早く、簡単に育つため好まれる。 生垣として壁やフェンスなどをカバーするために使用する。ジャスミンティーにも使える。オーストラリアとニュージーランドに帰化し、外来種となっている。幹材の小さな部分からも成長することができ、急速に生育範囲を広げている。茎やランナーを伸ばすことにより繁茂していくが、幹や枝を切り、切断面に除草剤を引火することによって制御することができる。花は直径。 約2センチメートルで香りが良い、ごぼう性のような薄いピンクや白い花を咲かす。番頭から早春にかけて赤やピンク色の花のつぼみを豊富に生成する。上面は暗緑色。仮面は明るい緑色になっている5から7の服用の葉を持っている。高さ6メートルまで成長する。害虫や病気などの問題に強く伝播するのは容易である。歯衣ジャスミンの花。 ありがとうございます。